さあ階段を一歩ずつ上がっているようでありますが、どうでしょう、これもまあ簡単に見えてなかなか難しいきますといったところでしょうか。3体のロボット、ああなるほど、ラジオ体操といったところでしょうかね。なるほどなるほど、3、4、5、6、7、8といったところでしょうか。大きな深呼吸であります。お、さあ見事見事、なかなかこれも高度な技術、さすがといったところ。お見事、立ち上がり、今度は腕立て伏せであります。ロボットも筋肉をつけなければいけません。さあ引き上がって、今度はおお、なるほど、かなり高い、これは技術を見せています。以上ということであります。 E7 の方でありますが、1回大会はおーっといきなりぶつけていった、スリップダウン、スリップダウンであります。両者スリップダウン。さあ立ってまずは起き上がってからというところでありますが、いいですよ。お、もう強烈なパンチが出ているお店の、さあ対する E7 がどうかどうか。お、これは重心を低くして攻撃を出すといいますか、耐えようというのか、下から攻撃だ、攻撃だ、落とそうとしたらダメ。さあ起き上がりました。やっぱりこの辺りなかなかロボットたち攻撃を受けて倒れるような曲ではありません。攻撃だ、これもまた有効な攻撃には至っておりません。さあ起き上がりました。オブリゼロは2歩歩いてからの攻撃になります。さあなかなか両者やはり経験豊かなところと、大きく掴んで倒そうというんでしょうか。ところがどっこい、ただ T7 これは顔を掴まれて結構頭にいってるんじゃないんでしょうか。続きで、お、行くかな、あー、なかなかそうもいきません。さあどうだ、T7 ちょっと後ずさりですが再び前進。